みなさん、こんばんは。ということでね、えー、今日2本目の動画となりますけどもね、やっていきたいと思いますね。いやー、今日は MLB 開幕戦ということでね、えー、ドジャース対パドレスということになりまして、まあ、ドジャースが5対2でね、えー、勝利ということでね、開幕戦取りまして、大谷翔平は5打数2安打1打点1盗塁ということで、ドジャース移籍後初安打、初打点、初盗塁も出てきたということでね、 まあ、初のマルチアンダーということもありますけどもね。いやー、良かったね、ということでね。まあ、なんか、不審だとか、不調だとかね、スランプだとか言われてましたけどもね。まあ、2アンダー1打点1盗塁ということでね。まあ、えー、昌平ワイフも見に来ておりましたけども、まあ、その前でね、えー、いい活躍できたのかなというところと、あとは貴重なね、えー、まあ、タイムリーですね。まあ、そこもね、えー、まあ、期待された、まあ、ドカーンとホームランではなかったけども、 まああれはね、いい仕事ではありますからね。まあ非常に大事なタイムリーではあったと思いますしね。いやー、開幕戦良かったんじゃないかなと思いますね。いやー、なんでこんなにこのね、スプリングトレーニングも何試合も見てきたけども、開幕戦そして公式戦となるとね、こんなに楽しいのかっていうことでね、やっぱり違うよねっていうことはね、感じてみておりましたけどもね。いやー、非常にまあ素晴らしい試合でした。ドジャースがどうのこうのじゃなくてね、 パドレスも素晴らしかったと。そしてダルさんも素晴らしかったという試合でしたね。ということで、まあ、今日のね、試合情報をやっていきたいと思います。まず一回も手ですね。ピッチャーダルビッシュということで、えー、ベッツがフォアボール。まあ、これもね、ピッチクロック違反ということで、今日は3回ぐらいありましたかパドレスの方もね。だからちょっとあのー、何でしょうね。あのー、韓国でのその試合をね、やってる時は多分このね、クロックがなかったのかな。 でもって、普段の試合とは違うところになんかタイマーがね、えー、掲示されてたりするのかなちょっとわかんないですけども、そのような、ねえー、影響もあったのかわかりませんけども、ちょっと多かったかなという印象ですね。で、ベッツがフォアボールと、で、昌平がショートゴロフォースアウト、そしてフリーマンが三振、スミスがレフトフライということでね、えー、初回ランナーはね、出しましたけども、えー、ドジャスは無得点、ダルビッシュはね、しのぐと。そして一回裏ピッチャーグラスの ボガーツ、タティス、クロネワスと三者凡退で抑えまして、二回もてマンシーがセンターへのヒットで、えー、先頭出まして、ワイルドピッチでマンシーナイス走塁のノーアウト二塁を作りました。 ただ、手を減る三振、アウトマンライトフライ、そしてヘイワードがサードフライということでね。まあ、この回ノアーアウト二流のチャンスをね、ドジャース作りましたけども、ダルビッシュがしのぐと。そして二回裏ですね、マチャドがショートゴロ、キムがライトフライ、プロファーにフォアボールを与えましたけども、カンプサノがショートゴロ、ホースアウト。そして三回もですね、ラックスがファーストゴロ、ベッツがレフトフライ、ショウヘイがライトへのヒットで、ドジャース移籍後、そして今季初安打ということでね。まあ、高めのね、速球でしたけども、 ま、他の選手はちょっとね、速球に押されてる感はあったんだけどもね、しっかりとコンタクトしていって、初案だということですね。そして、すかさず盗塁ということで、ツーアート二塁を作りまして、クリーマンがフォアボール。ツーアート一塁のね、チャンスを作りまして、スミスがフォアボールで満塁となりまして、マンシーが三振ということでね、まあ、ここはダルビッシュが踏ん張るということにはなりました。そして、三回いですね、ウェイドがフォアボール。 ワイドピッチで2塁へ行きまして、メリューがセンターフライの間にウェイドがタッチアップで3塁へ行きまして、ワンアウト3塁と。そして5月にセンターへのヒットが出まして、0対1、えー、パドレスが先制。まあこれがね、パドレスが初安打かと思いますけどもね、えー、それがタイムリーになったと。で、続くタティスは三振、クローネンワースはファーストゴロということでね。まあ、えー、ただね、パドレスが先制したと。 そして4回表、ティオフィリカサードへのエラーでですね、えー、ノーアウト2塁ということでね、えー、ちょっとウェイドの早球エラーがありまして、えー、2塁まで進塁したという形になりました。そしてアウトマンファーストゴロ。で、ランナーが3塁行きまして、ヘイワードの犠牲フライで1対1同点と。そしてここでピッチャーをコスグローブにチェンジ、えー。ラックスはショートゴロ。 で、キムはナイスプレーということでね。えー、その後のね、まあ、点なんかはありませんでしたけども、とりあえず同点にはね、ドジャスを追いつきました。そして4回裏マチャドがフォアボール、キムにもフォアボールということでね、えー、ノーアとト塁。そして続くプロファーのバントヒットということで、まあ、これはですね、マンシーが、まあ、前進はしてたんでね、マンシーに任せればよかったんですけども、グラスノが取ってしまって、で、送球する体制もちょっとね、悪かったので、セーフとなりましてね。 えー、ノーアウト満塁ということになりました。そして、続くカンプサノがダブルプレイの間にですね、1点取られまして1対2ということでね、パドレスが勝ち越し。で、2アウト3塁と。で、続くウェイドは三振でね、えー、まあ、ノーアウト満塁を1点は取られたんですけども、最初失点ではしのぎましたということになりましてね。5回表、ベッツが先体のヒットで先頭出塁。翔平はサードゴロフォースアウトということでね、まあ、先ほどエラーしたウェイドがナイスプレイと。 そして、フリーマンがですね、デッドボールで、ワンアウト一二塁。で、ここでピッチャーがデロサントス。スミスがファーストゴロフォースアウトで、ツーアウト一三塁となりましたけども、マンシーがまた三振ということでね、えー、点は取れず。5回裏はメルルが、えー、ショートフライ。ボーガーツがセンターフライ。タディスがショートゴロということで、三者凡退。そして、6回もテテオフェルがセンターフライで、えー、ここでピッチャーが松井勇樹ということでね、えー、MLB デビューを果たすと。 アウトマンにフォアボールということでね、与えましたけども、ピンチヒッターのキケを三振、ラックスをレフトフライということでね、抑えました。まあ、ちょっとあのね、ピッチクロック違反もありましたけどもね、まあ、無事 MLB デビューを果たすと。そして6回目で,ですね、ピッチャーブレジャー、クロネマース三振、マジアドサードゴロ、キムセカンドゴロと三者凡退。そして7回もですね、ピッチャーペラルタということでね、ヤンキースにいたペラルタが登板。ベッツがセンターフライ。 翔平がピッチャーゴロ。フリーマンフォアボール。これもね、ピッチクロック違反ですけどもね。ただスミスを三振ということでね。まあ無失点。して7回裏、ピッチャーがハドソン。プロファー三振。カンプサノがライトフライ。ウェイドにセンターへのヒットを許しましたけども、メリルをセカンドゴロと。して8回表ですね、マンシーがフォアボールで、ピッチャーがブリトーにチェンジ。こちらもヤンキースから移籍。手フルがセンターへのヒットでノーアウト1、2塁。 そしてアウトマンがフォアボールでノーアウト満塁となりましてね、大チャンス。続くキケのですね、えー、犠牲フライで2対2同点と。さらにワンアウト2、3塁のチャンス。ピッチャーがモレホンにチェンジと。デラックスがですね、ファーストのエラーで3対2ということでね、勝ち越し。まあこれはちょっとね、えー、グローブですよね。あの、取れたんですけども、普通に考えればね。ただグローブの網の部分が貫通して、まあ紐が切れちゃったということでね。 まあちょっと、あの、パドレスとしてはアンラッキーだったかなっていうところで、まあ、これが普通にウェブは切れなければ、まあ、もしくはゲッツーだったかもしれないっていう感じなのでね、まあ、ちょっとパドレスとしてはアンラッキーだったなっていうところですが、ドジャスとしては3対2勝ち越しと。そしてワンナウト1、2塁のね、チャンス、再びチャンスですけども、ベッツがレフトへのヒットで4対2。そして続く翔平にもですね、レフトへのヒットが出て5対2ということでね、 そして続くフリーマンのライトフライでですね、翔平はちょっとあの、セカンドベースを踏み忘れたというか、一回踏んで、ショート方向に行ったんですけども、もう一回踏んでね、気類しなかったのでアウトっていう感じかなと思いますけどもね。まあこれも以前もね、ちょっと、昌平自身もあったと思うんですけども、踏んで、もう一回踏むのを忘れたっていうのとね、あとはメジャーでもたまにあるんですけどもね、まあちょっとね、ストーイミスが出ましたというところでアウトと、 で、8回裏ですね、ピッチャーがケリー。ボガーツがセンターへのヒットで出ましたけども、タティスはライトフライ。クロネマスはセンターフライ。マチャドピッチャーゴロと。そして9回もですね、ピッチャーエストラーダ。スミスがライトのヒット。マンシーがフォアボールで、ワンナウト1、2塁と。ただ、テオヘルが三振。アウトマンセンターフライ。キケがフォアボールで、ツアート満塁となりましたけども、えー、ラックスはセンターライナーと。そして9回裏ですね、ピッチャーフィリプスが当番キムがライトフライ、ポウリーが三振。 カンプサのセカンドゴロということでね、えー、しっかりと3人で抑えまして、ドジャースが5対2で今日は勝利ということでね、開幕戦を取りました。ということでね、勝手に興奮しております開幕戦の話になりますけどもね。まあ、まず、ちょっとね、ドジャース側から行きたいと思いますけど、グラスの5イニングに2安打2失点4フォアボール3奪三振ということでね、まあちょっとフォアボールは多かったですけどもね、ただあの、ヒットね、あのー、2本、 で、2点ということになりましたのでね。まあちょっとあれでしたけどもね。まあ序盤はね、やっぱりね、えー、両投手ともに言えると思うんですけどもね、やっぱり球も行っててですね、えー、なかなかこう打てないなという感じではあったんだけども、両先発ピッチャーとも、やっぱりちょっと若干コントロールがね、乱れるっていうのはありましてね、まあ特にダルさんの方がね、乱れてたかなと思うんですけども、えー、まあ結局そのグラスノもね、結構乱れていて、で、フォアボール絡みでの失点という感じにはなっちゃったかなと。そんなに打たれたっていう感じで、 ではないですけどもねただフォアボールでランナーを出したから、えー、手に繋がってしまったというところでね2点は取られたかなと思いますけどもまあ4チ、えー、ー,ームもね言ってたしね、えー、スライダーかなもう結構切れてましたしまあ投げてる球自体は良かったしねあとは今日ちょっとあのあのねどっちのチームも言えるんですけども審判的にストライクゾーン狭しだったかなと思うのでまあこの早い時期の開幕っていうのとね開幕戦っていうところで ま、気合はね、両投手とも入ってたと思うんだけども、まあ、ちょっとそのストライクゾーンが狭かったのでね、すげえいい球いってもボールっていうのが両投手ともあったので、まあ、そこもちょっと影響したかなと思いますけどもね。ただ、えー、いいピッチングではあったのはね、違いないかなと思いますけどもね。まあ、ガンガン、ね、行いっててね、えー、いいピッチングではあったかなと。ただちょっとフォアボールは多かったのはね、事実かなと思いますけども、ただ5回2失点なんでね、それなりにもう OK でしょう。 っていうピッチングはできたのかなと思いますね。で、その後のあのね、ディープ陣は無失点で行ってますのでね、素晴らしいピッチングではあったかなと思いますしね。まあ良かったかなと思いますね。あとはまあドジャース打線ですけどもね、なかなかこうランナーを出してチャンスは作ったんですけども、点は取れていかなかったという中で、まあ先制され、同点に追いつき、ただすぐにまた勝ち越されっていうところで、で、5、6、7と、 点は取れずにですね、後半もあと2イニングしかないぞという中でね、嫌な感じだなと思ったんですけども、8回にね、しっかりとまあ4点を取るということでね、まあ相手のアンラッキーもありましたけども、まあそれも含めつつ、その後ベッツもね、勝ち越しのタイムリー、で、翔平もね、タイムリーということでね、まあそのホームランをね、ぶちかますというような大味な感じではなかったけども、 えー、しっかりと1点ずつ取ったということでね、えー、その後もまた追加したみたいなことなんで、で、それで4点で5対2ですからね。まあ良かったんじゃないかなと。小編に関してもですね、えー、最初の方はなんかドジャス打線、えー、ダルサのね、まっすぐ系にちょっと押されてるなっていう感じと、まあバットに当たるけども、ちょっと普通のフライになっちゃうなみたいな感じで押されてる感があったんだけどもね、えー、やっぱりこう、まあ変化球もそれなりに頭を入れつつも、 まっすぐに重きを置いたというか、速球系に重きを置いた、まあ打ち方には変えていったのかなと途中でね、思ったんですけどもね。まあその中で、翔平もしっかりと高めの、ええー、まあところをですね、えー、弾き返すというね、バッティングができたのかなと。ドジャース初安打ね。で、えー、その後、あの、パドレスの方は左ピッチャーをちょっとね、まあドジャースが、 左バッター多めっていうのはあるんですけども、左ピッチャーをぶつけてきた部分もあるんですけども、その中でもタイムリーもね、打ちましたのでね。まあ、えー、素晴らしい活躍だったんではないでしょうかね、と思いますけどもね。という感じのね、まあ、えー、ドジャースの話になりますかね。で、あとはパドレスのね、ダルさんの話ですけどもね。いや投げてるとはま素晴らしかったなと思うんですよね。ただ、あのー、やっぱりコントロールもね、えー、ちょっと乱れてる部分もあったし、 えー、なかなかね、えー、そういうのも含めて弾数が多くなっちゃったんで、早めの降板という形にはなったと思うんですけども、ただコントロールが乱れてるんだけども、投げてる弾自体のキレとかね、威力っていうのは非常にあったと思うんですよね。だからこそこう踏ん張っていけてっていう感じにはなってくるのかなと思いますね。で、まあ1点取られたのも、えー、ウェイドのちょっとエラー絡みっていうのもありますからね。 まあ、それも含めて、ええー、まあ、威力、た投げてた球自体は本当素晴らしかったんじゃないかなと思いますしね。いやフリーマンにね、最初の方放ったツーシームですかね。すげーなと思ったし。まあ、あとはマンシーはやっぱカーブが打てないですかね。カーブ攻めが結構あっての、で、最後ね、あの、満塁のとこかな、ツーシームで最後しとめたみたいな感じになりましたけどもね。いやいいピッチングだったと思いますよ。 ま、このね、開幕、この早い時期の開幕っていうのもあるから、なかなか難しかったと思いますけども、ただその中でですね、なんてうんでしょうね、早い段階の交代っていうのは、まあ、やっぱり早い開幕だから、球数もそこまでね、なかなかいけない状況でもあるしね、っていうのもあっての3.2イニングではあると思いますけども、2安打1失点、自責は0。ウォー,ールが3で、3奪三振ということなんでね、 まあでも、ダルさんもね、素晴らしい球投げてたなというふうに思いましたしね。いや良かったなと思ってね。ちょっと見ててね、興奮しましたね。で、松井さんのね、MLB デビューもありましたけどもね、えー、まあちょっとあのね、いろいろとあったと思いますけども、しっかりと無失点では抑えましたのでね、そこは良かったのかなと思いますし、まあスプリットも効いてたかななんて思いますんでね。まあこれから細かい請求とかいろいろとあると思うけども、 まあ、とりあえずね、MLB デビューということでね、無失点でいけたということは、えー、この後にね、繋がっていくのかな、なんて思いますよね。ということでね、えー、まあ、今日は MLB 開幕戦ドジャース対パドレスということになりましたけども、5対2でドジャースがね、えー、初戦取りましてね、まあ、明日もありまして、明日は山本義信が登板ということになりますのでね、そちらも楽しみだということですけどもね、まあ、とりあえず翔平が2安打1打点1盗塁ということで、 まあヒットが出たしね、良、えー、かったんじゃないかなと思いますしね、勝てたから良かったのかなと思いますね。っていう感じで、ちょっとね、興奮したままの、えー、撮影になっておりますけどもね、えー、試合情報としてはこれぐらいかなと思いますね。続いて今日ね、お伝えし忘れていた翔平情報ということで、えー、スポーツイラストレーテッドのね、記事の中でお伝えし忘れたものなんですけども、 え、まあエンゼルスとね、翔平の関係についてですけども、まあ、結構早い段階で、モレノさんはですね、翔平からはね、撤退していたというね、ことが書いてありましたね。まあ、もちろんその最後にね、えー、大谷翔平と、まあ、バレドさん側がですね、エンゼルスにもう一回ね、最後に行ったということはね、出ておりましたけども、まあ、だから、結局最後どうですかっていう話なんだけども、まあ、結局、早い段階からもう、無理だなっていうね、えー、モレノさんとしては興味がないというか、 まあ、キープできないなっていうのはあったらしいんですよね。結局、年俸の総額的には4から始まるぐらいを想定したということなんで、まあ4億ドルですよね。だそれには結局届かないですよね、全然ね。うん、そこでは収まらない状況にはなって、後払いも含めてですけどもね。だからもう、難しいなというところでね、えー、早々に撤退はしていたということですね。ただ最終的にもう一回話を持っていって、 まあそれでも興味を示さなかったという感じなのかなと思いますけどもね。まあだからエンゼルスにはチャンスはあったと言われてたんだけども、チャンスというかもう早々にそれを捨ててたっていう感じだったんでしょうかね。諦めていたというかね。まあそんな印象にはなったのかななんて思いますけどもね。 いう感じの、まあ、エンゼルスと翔平、そしてモレノさんと翔平のね、関係だったのかなと、最終的にはね、思いますけどもね。そして、昨日もね、お伝えしましたし、今日もちょっとロゴの話しましたけども、ニューバランスのね、えー、日本ではですね、ニューバランスの T シャツかな三色展開の T シャツが2万9000いくらで、 抽選販売されるということらしいんですよね。まあ、三色展開で各44枚なのかな。あの、ホームラン王のね、ホームラン数にちなんでみたいなところですけどもね。ただまあ、あのー、素材がなんか素晴らしいやつらしいんだけども、2万9000いくらっていうと、まあ、高いですよね。正直ね。で、まあ、ちょっとあの、タグみたいな、あのー、今回のね、えー、登場たロゴがついているみたいなことなんですけどもね。 まあちょっとネタで申し込むのもいいかなと思ってんだけど、高いは高いよね、みたいなところでね。まあスニーカーで3万とかだったら、まあなんとなく申し込むかもしれないんだけど、T シャツなんだよなーっていうのはありますよね。まあでもこれ当たんないと思いますけどもね。結局申し込む人いっぱいいるからね。とは思うんだけどもね。どうしようかなってちょっと考えておりますね。まあ白、グレー、ブラックかな。三色展開だと思うんですけどもね。 まあ個人的にもそのね、たまに着てる T シャツなんかも、まあ良くても1万円ぐらいなんですよね。まあそれでもめちゃくちゃ高いと思うんだけども、それでも1万なんだよね。だから3万ってなると、まあまあすごいじゃないですか。だからね、と思うんだけどもね。まあどうするかですよね。まあ普通に考えれば T シャツなんかね、1500円とかでも買えるしね。 まあ、良、えー、よくても4000円。で、それ以上ってなと、まあ1万円ぐらいになってくるんだけども、それまたその上だからね。まあどうするか考えもんなんですけどもね。まあ皆さんは申し込む人はいるのかどうなのかっていう話ですけどもね。まあそんなことも出てきているというね、えー、ニューバランスの T シャツ情報となっておりますね。という感じで、まあ今日は遅いのでね、これぐらいでまあ終わりたいと思いますけどもね。まあまた明日も開幕戦のね、2戦目ありますので、えー、楽しみにね、応援したいと思いますね。 ということで、えー、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、エクスのフォロー、コメントよろしくお願いします。ではおりまーす。